ました。MC から始まるライブっていうね、あんまりしないんですけどね。読めましたかね。夏キロじゃないんですよね。かげろうセッション、かげろうさんの声でですね、今日は各地から、ミュージシャンが集まってちょっとセッションしようっていう感じなんですけど、まあちょっとドア玉からちょっと紹介させていただきたいと思います。オンドラムスかげろう。かげろうさんどうですかね。いやもう緊張しちゃう。実はね、このなんていうんですかね、もう最初にね MC をしないと緊張しすぎてとても無理みたいな。ちょっとじゃあその横、オンキーボード大谷健。下手ギター西野隆文。でリードギター、亮。で、センターをね今日務めますのは、阿部学。はい、よろしくお願いします。今日は東京から。そうですね、ほとんどの方が初めてなんでしょうかね。よろしくお願いします。はい、今日はね、僕歌もんのねバンドとかやってて、そうですね、まあ、歌もんのね曲を作ってるんですけど、今日はそれをなんとインストで、阿部君がメロディーをギターでね弾いてくれるっていう、これがまたいいんだ。ハードル上げますね。これがねいいんですよ。ハードル上げるな。ベース高橋祐介。ありがとうございます。まあね、はい、喋りすぎて、そうなんですよね。実際喋りすぎて滑り倒すっていう、ね、状況も、ね、生まれるの で、 そうです、ね、もういつも滑りまくっちゃって、そうなんですよね。でまだ1曲も演奏してないですからね、そろそろ行かないとダメですよね。はい、行きましょう。はい、はい、じゃあ1曲目インディペンデンスという曲。Thank you.
はい、ありがとうございました。ありがとうございました。次の曲は、阿部君の曲で、ちょっとロックなリフのある曲で、エアーという曲ですね。で、まあ、ちょっと重たい曲なんで、ご覧の通りチューニングも変えちゃったりしてっていう感じですね。ソイモさんどうですか？どうですか？ハゲロウさん、ハゲロウさん、どうですか？はい、少し緊張が、緊張がほぐれたと。そうですね、それはそれは良かったですね。それって俺が間違えたから。いやいや、それ間違えたからですか？こっちが間違えたんで。はい、大丈夫です。はい、じゃあ2曲目行きましょうか。はい、行ってみましょう。MC というね。まあ、あのヒューって言ってくれたんでね、よかったなっていう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。西野君どうですか？いや、ありがとうございます。いや、楽しいですよね。あの楽
しんでいただけるなら、あ、いや僕もチューニングしたいんですけどね。皆さんまあ、ギターの方はドロップ D っていう、ドロップ D でしたっけ？そうですね。あ、一応ドロップ D っていうチューニングで一音下げて、で僕はまあ、ノーマルで無理やりやっとったんですけれど、やっぱり不安なので、チューニングしたいんですけれど、うん、あ、そうですよね。そうですよね。そろそろやっていいですか？そうですね。次の曲は、うん、In the Rain っていう、ね、バラードの曲、これも歌物ですよね。そう、これもまた僕作った歌物で、これをね、阿部くんがですね、なんとなんとメロディーを、そうですね、これがまたいいんですよ、これ。あげるな、これ。これがね、しかもなんかそのかしこまったちょっといいことは。これがまたみたいな、ね、今日もジェームスタイラーがいい音してますね。ね、まだマニアックな話を。どうですか、夏希郎さん。夏希郎じゃないです。はい、かげろうです。あ、そうですか、そうですか。もう緊張ほぐれました？いや、また緊張しました。またですか？これ多分最後まで聞かれると思うんで、今日、最後の曲でも言いますからね、僕多分。嘘でしょ。いけちゃいますか？で、本日の主役ですからね。オンドラムス、かげろう。ちょっとタスキね、本日の主役みたいなタスキちょっと今日つけてもらうぐらいの。はい、じゃあ聞いてください、はい、In the Rain。
電池切れですか？あ、で、あ、今日はね、ここしかわからないこと。最後の曲でね、もうお客さんのところまで出ていくみたいな感じで。あ、そうですね。ワイヤレス使ってますからね。今日最後の曲はもう客席までバッと出て今日弾く形に、ね、なるというですね。ちょっと楽しみにしたいですね、その辺。いや、大谷君のピアノ。よかったよね。オンキーボード大谷武史。あ、ワイヤレス治りましたか。あ、違うわ。次の曲は、まあ、これまた僕が作ったもので、イプシロンっていう曲で、まあ、今回やる中で一番早い曲、そうそう、ロックな感じでかなり早いテンポでね。ただね、僕らの後に出るギタリストの方、次元が違う速さもう、ね、早すぎてすごいよね。もう矢作さんでも10年分ぐらいの音数聞きますよ。そうそうそう、もう僕らの曲全部足しても多分足りないと思います。1曲で全部響き切る、響いたぐらいの。すごいですよ、ね、すごいですよ本当。次の方、まあ、楽しみにしておいてくださいね。完全にスピード違反って感じなんですよ、ね、うん、そうだったね。人間は訓練するとあんなに夢が、あそこまで早く動くんだなみたいな感じですよね。すごい、ということで行きましょうか。次イプシロンですね。行ってみましょう。
またみたいな。まあ、ヒューって言ってくれたんでね、よかったなと思って。いや、竹郎さんも今日は気合が入って、ね、竹郎さん違います、覚えてください、竹郎です。いや、もうこの際夏希郎にした方がいいんじゃないですか。そうそうそう、で、これを機に、そうそう、で、冬は冬希郎みたいな、冬希郎ね、いいんだよ、あるけど、いや、季節感があってよろしいですわ。そうそう。次の曲はですね、うん、これもあの僕がね、うん、あの歌物で作った曲で、そうですね、ステーシスっていう曲なんですけど、まあ、うん、それもちょっとあれですよね、あの曲名が全部、うん、なんかいわゆるこうよくありそうな曲名とちょっと違いますよね、ここの曲名って、うん、そこへのなんか意図とかあるんですか。うん、で、それはかっこいいからあのでインデペンデンスとかね、いや、うん、あのね、結構僕あのゲームとかから、ね、うん、あのつけたり。今前何でしたっけ、今やった曲イプシロン、イプシロンはどっから来たんですか。イプシロンはあの装甲騎兵ボトムズ、もうねマニアックでしょ、本当に大体今これにいる人どれだけ知ってるんですかね。え、ボトムズって知ってる人います。あ、そうですね、知ってるよ ね、まあ、じゃあ次はイデオンかなんかできますか。いやいやいやね、ちょっとあの悲しいストーリーですけど最後ね。え、本当ですか。そうそう、ね、ここはね、あのさっきの曲すごい速い曲で、うん、今度結構ゆったりした方がかっこいい曲で、うん、MC を入れないともうね、とてもじゃないけどゆっくりのねペースで演奏できないなっていうことで、うん、すごい速くなっちゃう可能性もありますからね、はい、MC を入れさせていただきました、このぐらい入れたら大丈夫でしょうか。もうちょいもうちょい、まあでは行きましょうか、行きましょうかね。あのちょっと待って、さっきからね、はい、あの僕ちょっと思ってたんですけど、じゃあ行きましょうかと僕言ってマイク渡したらこうしたりしてる間にカウントが始まった。そうなんですよね。もうね、ちょっとなんか16分音符1個の分ぐらい入れなかったっけ今。すいません。もらえるとね。はい、次の曲いや、次の曲はもうドア玉が一番難しいんでね。うん。うん、ちょっと置いてからやってもらちょっとね。どうしてもあの高さんチューニング大丈夫ですか。あ、大丈夫ですよ。あ、大丈夫ですか。あ、なるほどなるほど、違いますね、できる男はやっぱね、ちゃぼろいな。オッケーです。We'll be right back.
あ、どうもこんばんは。チューニングへのチューニング、いや、チューニング僕もしたいんですけどね。すみません、私ダメよ。 OK ですか。はい、はい、あ、してください。あ、いや、カゲロウさんもチューニングいいですか。大丈夫です。はい。この間のね、ライブでも言ったんですけども、ね、ここのね、ジャック・ライオンさんはね、もうこの距離感ね、もう MC がとにかく滑りやすいんですよ。ね、気をつけないと。なんでしょうね、この感じね。多分このステージの高さも結構あるじゃないですか。だから、ね、独特の空気多分あるんだと思いますよ、これ。本当にね。うん。で、もう終盤戦ですけども、終盤戦、はい、大事な告知が皆さんあるんじゃないですか、そろそろ。え？なんかないですか？告知。あ、うん。はい。まあちょっと簡単にじゃあ、うん、つっても9月にね、あ、そっか、あ、そっか、9月の10日に、まあ、横浜でライブをやりますと。で、横浜でライブやるよかったらみたいな。ここでちょっと厳しい部分ありますけど、無理かな。ね、10月の1日に、うん、今日このインストでやってる曲の、まあその本当のバンドっていうかね、うん、グラシアスっていう歌物のバンド、うん、女性ボーカルで、うん、をさせていただきますので、まあよかったら、まあ、10月1日なんでね、忘れるよね。ちょっと先ですけどね。先すぎるよね。あと、まあ、個人ごとってわけじゃないんですけど、まあ、今皆さんこのメンバーも多分 SNS 系多分やってると思うんですけど、 Facebook とか、まあ、Twitter とか、僕もやってますので、ぜひともアベマナブという名前で検索していただいてですね、ぜひとも友達申請していただければと思います。あとは今もう YouTube とか、まあ、みんな動画アップしてますけど、僕も、やっぱりこう動画アップしてますんで、アベマナブという名前で検索していただけると動画今いっぱい出てくるんで、よろしくお願いします。はい、阿部君はあれだよね、心斎橋の金楽器とかでね、そうですね、LINE6 のセミナーとか、そうですね、で昨日も実はそうやりました、うん、で大家君もローランドのね、うん、セミナーとかやってる、ね、企業のミュージシャン、企業のミュージシャンってわけじゃないんですけどね。で、次の曲は行きましょうか、まあ、次の曲はこのメンバー関係ないっちゃ関係ない、そうですね、まあ、僕弟がギターをやってて、うん、ね、僕つい一昨日一緒でしたけど、あ、そうなんですよ、そこでもうあさってお兄さんと一緒ですって話したんですけどね。でまあまあね、その、うん、まあ、代表的な、そうですね、なんだろう、バラード曲、バラード曲、磯君のもう名曲だと僕は思うんですけどね、タートルスマイル、うーん、かなり多く弾くの緊張しますけど。その一昨日にその弟、まあ、磯君に磯君の曲もやるんだけど、あ、マジですかみたいな、しかも結構冷めた顔で言われたんで、大丈夫かなと思いながらここにいるんですけどね。阿部君が弾けんのみたいな。いや、でもね、これリハーサルでやったんですけど、これまたいいんですよ。これね、緊張するな、これねえ、夏木郎さん。のやめてください。いや、でも今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ、皆さん楽しんでいただいてますでしょうか。はい、なんか若干 MC がメインみたいな。MC が盛り上がる的な。曲いきましょう、いきましょうか、はい、はい、バラードの前にこの MC 出てくる。Thank you.
した。はい、なんとか完走した感じでしたけど、まあそれとあの今日は本当皆さんこんなにねたくさん集まっていただきまして、はい、本当ありがとうございます。はい、またねこれはあの臨時的なメンバーなんで、うん、あのまあ次回ねまたいつやるのかとか、ね、まあ未定なんですけれども、はい、まあまたよろしかったらあのご来場いただけると大変、嬉しく思います。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。で、最後はですね、はい、次の最後ですね、阿部君の、はい、まあ、代表曲。そうですね、ですかね。え、それなんかのいや、まだあのせっかくね、あの東京から来てまだ喋りたい。あの最後降りるからって結構気合入ってるから。あ、逃げたな。逃げたな。ライン6の人間じゃないんですけどね、僕一応。ちょっとまあ戻しまして、はい、最後の曲なんですけど、僕のオリジナル曲 で曲1曲まあ持ってきてくれと言われたら必ず持っていく曲で、まあ、自分で言っていいのか分かんないですけど、まあ、僕の代表曲の1曲になってるのかなと。あ、まあ、僕が言ったんで。あ、言いました言いました。もうなんかね、大丈夫、多分 How to smile でなんか尽きてる感じなんですよ、多分燃え尽きて、はい、まあまあ、また1曲最後のね、この曲すごい爽やかですね。うん、うん、モンドラムス、かげろう。オンキーボード、大谷たけし。オンギター、西野隆文。リードギター、リョウ。で、センター、阿部学。ベース高橋祐介。ありがとうございます。ありがとうございました。本当に今日はどうも、はい、ね、ありがとうございました。はい、ちょっと喋りすぎてすみません。そうで、じゃあ行ってみますか。阿部学で、Touch You To The Heart。